シーラーズのハーフィズの作品中東、西アジアから南アジアにかけての地域の文学伝統において、ガザルは恋愛を主題にした定型助成詩の一様式、ないし当該様式にのっとって制作された試作品である。アラブの古典定型詞カスイーダの一部分から派生し、特にペルシアで発展した。現代南アジアにおいてはガザル詞を歌詞とする歌謡曲を指すことも多い。 なお、様式によらず、恋愛詩一般を指す場合もある。アラビア語の名詞ギャザルの語根 ZL からは、糸紡ぎに関係する単語群が派生し、ギャザルも原理は紡ぐことである。女性を口説いたり誘惑したりする行為が糸紡ぎに例えられているうちに、糸紡ぎを指す言葉が恋愛詩をも指す言葉になっていったものと推定されている。アラビア語においては、現代でも、 恋愛を主題にした、叙情詩であれば、形式を問わず、ギャザルと呼び、ペルシア語においても、同様の事情が存在する。所定の形式、主題を組ビした、ギャザルが誕生する発端は、先イスラーム時代にまで遡る。ジャーヒリーア時代に遡る、伝統的な下水出しの導入部分に起源を持ち、イスラーム時代以降は単一の主題を扱う、一足の形で、 多くの作品が作られた。主題としては、恋愛が最も多く、求愛者の片思いを歌う。アラブのガザル創始者は、ウマルイ・ブン・アビー・ラビーヤとされており、ジャーヒ・リーヤの遊牧世界の要素を受け継ぎつつ、独自の恋愛詩を作った。アブー・ヌ・ワースは酒を称える人ガザルの達人として知られた。ガザルは男女関係にとどまらず、同性愛もテーマにした作品もしばしば読まれた。 感情の表現には様式化された象徴や物語が用いられる。また、イスラーム神秘主義の影響もあり、恋人を神と解釈できる場合がある。現在のような死刑となったのは、ペルシア文学の影響による。ペルシアガザルの王屋としては、ルーダキー、ルーミー、ハーフィズがいる。ハーフィズのガザルの一節が、当地に釉薬で書かれた壁飾り。 16世紀末 -17 世紀前半にダマスカスで制作されたもの。書体はラスターリーグからだ。ルーブル美術館像本説では14世紀頃のイラン文化圏において完成した古典的なペルシア語ガザルの基本的枠組みについて述べる。ガザルを構成する基本単位はマニに返せ裏を挟んだ一続きの宿である。ガザルを文字にして書く場合、 返す裏によって渡される前半と後半を続けて1行で書いても2行に分けて書いても良い。一つのガザル作品は複数のベートからなり、長さは7から14ベートのものが多い。各ベートは末尾で応印し、また同一の韻律を共有する。ベートの前半と後半で同じ宿がリフレインされる場合もある。冒頭のベートはマトラーと呼ばれ、ベートの前半と後半が、 同一の意を踏む。最後のベートは、マクターと呼ばれ、詩人の画語を、タハロスが読み込まれる。オスマン朝では、例外なくほぼすべてのスルタンが自ら施策にふけり、宮廷や交換は競って、詩人を庇護した。オスマン朝詩はペルシア語詩の古典を模範として、トルコ語の構造と文法を残しながら、アラビア語やペルシア語の指摘語彙を大量に取り入れた。オスマン朝において、 教養人は皆、メドレセで高度な古典教養を学び、ガザル製作のための連達の技巧を身につけた。16世紀には、バーキーやフズーリーといった詩人が活躍した。17世紀後半、チューリップ時代には、アフメトネディムなどが優れたガザルを製作した。南アジアにおいては、12世紀のガズナーサから19世紀のムガル町に至るイスラーム王朝の宮廷語である。 ペルシア語で盛んにガザルが作られていたが、時代が下るにつれ現地語でも作られるようになった。17世紀後半には、ハイダラーバードを中心に、ニザーム王国やマイソール王国といった、デカンの王国の宮廷で、レイフタによりインド風の表現を用いた、ガザルが作られていた。中でも、ワリー・モハメド・ワリーは、ウルドゥーゴ・ガザルの創始者とみなされる。レイフタは、 ウルドゥ語やダカニーウルドゥ語の前身となった言葉である。ワリーはあると聞きた有して、デリーの司会でダカニーによるガザルを披露した。それまでペルシア語で試作していたムガル朝の文人たちは刺激を受け、盛んにウルドゥガザルを制作するようになった。18世紀にはデリーやアワド大衆の宮廷があるラクナウでウルドゥガザルが盛んになり、 18世紀から20世紀にかけての時代、ミール、サウダー、ザウク、ガーリブ、イクバールなどの詩人が活躍した。20世紀前半には、アトゥルプロサド戦やカジノズルルイスラムらによって、ベンガル語でもガザルが制作され始めた。1910年代に軍人として、カラーチーにも滞在した、反逆の詩人のズルルは、1920年代後半からガザルの制作を始め、 ウルドゥガザルの様式を利用して、ベンガル語で愛を歌った。ノズルルのガザルは、詩人独自のタールを伴うものもあり、ベンガル詩の可能性を開いた。インドやパキスタンでは、現在も恋愛詩として鑑賞されている。特に、ウルドゥ語のガザルは、カワーリーなどの歌曲に用いられ、映画で使われることも多い。歴史的には主に西アジアから、 南アジアにかけての地域に伝播したが、1990年代、半ばから英語でも、ガザルによる施策が盛んになりつつある。ありがとうございます。